ネイチャー恵子の Life is Art。 2022年11月23日夜の18時45分です。昨日買いました、ヤッケ。2500円で最初買ったんです。まあ消費税入れれば2800円ぐらいかな。そしたらスーパーで1500円のが売ってたんです。まあ、ちょっとどう違うのか、厚みが薄い気がしますけども、どう違うのか使いながら検証したいと思います。はい、開いてみました。こっちが1500円のやつは、ちょっと、なんていうのかな、光沢がある感じ。で、2500円の方は、素材がちょっと、なんていうのかな、光沢じゃない感じですね。あとは、ブランドっていうか、この、なんだっけ、ストアのオリジナルみたいな感じらしいので、その値段の差なのかな。ね、ちょっとわかんないですけども、まあ、着比べをしてみたいと思います。2022年11月24日、木曜日です。おはようございます。昨日はね、雨でお休みだったんですけども、昨日の夜の時点で、今日は午後からということで、朝これからちょっとお散歩に行きます。でもすっかりお天気ね、みかんはね、雨が乾いてないと収穫して、腐っちゃうらしいんですよ。なのでね、今雨が止んで綺麗な感じなんですけど、午前中で乾かしてから収穫するという感じです。ありがとうございます。すべての存在、思い出たち、今になってつながりが見える。共に愛を学び、幸せに暮らそう。そういえば昨日、果実ね、要は果物の農家さんのデータをいろいろ調べてたんですよ。結局、野菜っていうのは、苗を売ってるし、家庭菜園でやったりするじゃないですか。だから、果物っていうのは、贈り物用、贈答用とかにもなるから、果物の方が非常にやるんだったらいいというところで、でも、いろいろ調べると、要は、もう JA のバッシングってないでしょ？農協のバッシングって。でも、例えば、粗利益、ね、利益が1100万あっても、農薬で700万かかるとか、そういうことなのよ。だから農協だから、ここのところもそうだし、柿のところもそうだし、自分のところで販売ルートを確保してやらないと儲けは出ないっていう。ね。かといって、だから今度は物はさほど良くなくても宣伝、例えば一番取るっていうのは経営コンサルタントとか入れて、もう要は食べログでもそうだけど、お金を出せば上位に行けるから、パッと調べた時に一番上とかさ、上の方のやつを買うでしょ。それはお金をかけて上にしてるわけですよ。だから情報も、本当の情報を、なんていうの、教えないために、国が工作員をお金を予算を使って、何年か前は年間46億円。上にこう、違うフェイクの記事が上に行くようにするんですよ。っていうところだから、情報も信じない。あとは最近思うんだけど、まあ神社も仏閣もそうだし、占いとか風水とか、いろんな統計学ってあるじゃないですか。でもそれにとらわれてるっていうことは、
まあ、それをなんか信用するっていうことはとらわれているわけよ。ね。本当の自分っていうのは自分が、ああ、今日気持ちいいから山に行こうって行けばいいのよ。でもちょっと待て、方位がとか、そういうのしたらとらわれてる。自由じゃなくなる。不自由になるっていう。だから、なんかそういうデータを使ってうまくやろうとしている人、やっている人っていうのが、まあ結構層が多いですよね。でそれを外した時じゃないですか。そういうの知ってるけど、そういうのは使わないで、本当の自分の直感とか、もう直感だよね、に行くと。あれは何？紫色の建物。っていうことなのよ。だから自ら不自由にしてるよね。学ぶことが、人生は学ぶというか、学ぶことは体験から学ぶんであって、座学的に学ぶことは学びではないですよ。知識を入れるっていうことだから、体験から。あ、これなんだ、あ、ビジネスホテルなんだって、すごい色だね。すごい色ですわ。ね、だから体験から得た学びと、座学とか統計的に得た学びは全く質が違うということですよね。すごいね、ビジネスホテル。あ、こんなところにもみかんが。すごいですね。